日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は基礎について。はい、皆さんこんばんは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日は基礎について話したいと思います。基礎というのは、例えば日本語ですね。日本語を勉強してますね。で、基礎というのはベーシックのことです。ここで言っているのは、例えば基本的なことですね。基本と基礎ほとんど同じですね。基本、基礎ね、ベーシック、その簡単な単語とかね、簡単な文法、それが大事ということを少し話したいと思います。前々回かな、前の回の時、毎日についてで話しましたね。毎日のボキャブラリー、毎日使う文法が大事という話をしました。皆さんが日本語の勉強を始めると、少しずつボキャブラリーが増えてきますね。語彙が増えてきますね。そうすると皆さんはもっと難しい単語、もっと難しい単語、もっと難しい単語というふうに、難しい言葉を勉強したくなりますね。でもそれは実はあまり良くないです。なぜかというと、簡単な単語ね、これをもっとちゃんと使えるようにする、スラスラと言えるようにする、間違いがなく言えるようにする、これが本当に一番大事です。たくさんの言葉を知っていても、それではペラペラになれません。ペラペラな人は簡単な言葉を、ちゃんと使える、ね、ちゃんとというのはプロパリ、ね、ちゃんと使える、これが大事です。なのでたくさんのボキャブラリーをね、覚えたい、新しい漢字を覚えたい、ね、そういう気持ちはわかるけど、ね、わかりますが、簡単な単語とかね、簡単な文法を何度も何度も復習する。これをもう一度やってみてください。簡単な話ですよ。本当にね、簡単な話ができるようになる。これが一番大事です。ね、例えば皆さんは何が好きですか？どんな音楽が好きですか？どんな映画が好きですか？どんな小説を今読んでいますか？毎日何をしていますか？今度の休みは何をしたいですか？何をするつもりですか？何をする予定ですか？家族はどんな人たちがいますか？何歳ですか？仕事は何ですか？結婚していますか？結婚していないですか？背は高いですか？低いですか？それとも普通ですか？声は高いですか？声は低いですか？もうそういう本当に簡単な話、これをしっかりとできるようにしましょう、ね、もし僕とそういう話をたくさんしたい人は、たくさんそういう練習がしたい人は、iTalkiというサイトで僕は教えています。日本語 iTalki てっぺいで調べてください。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。